時を経て再び見つかった手作りの笛。その笛によって掘り起こされた思い出は封印されていた不可解な記憶。ロゼ姉ちゃんも俺と同じハイブリッドだった。レッドさん、なんでこんな大事なことを忘れてたんだ俺。ねえ、お水でも飲みませんか。ああ。なあ、どうせならカフェがいい。何甘えてるんですか。つべこべ言わずに、ちょっと待っててください。なんだよ、冷てえな。まあ、冷てえのは、あんな大事なことを忘れてた、俺の方か。はい、どうぞ。あ、ちゃんとカフェ入れてくれたのか。悪いな。ついでですし。あ、あと、猫人仕様ですから。ぬる、あ、まあいいか。それで、どうなったんですか？ええ、何が？何がじゃないです。まだ、この、音が一つ足りない笛の話が出てきてません。な、あ、そうだっけ？この笛、手作りみたいですけど、もしかして、レッドさんが？あ、あー。じゃ、続きを話すかな。分かってるな、レッド。ちゃんとロゼに謝るんだ。あれでも中身は傷つきやすい10代半ばの女の子だ。男なら女の子を泣かすなよ。わかってるよ。俺、ロゼ姉ちゃん探してくる。やれやれ、ガキゆえの無邪気な残酷さというか、いつかあいつ自身に帰ってこないことを祈るが。ロゼ姉ちゃん、どこに行っちゃったんだろう。ショコラや院長先生に聞いてみよっかな。あ、いやいや、いろいろ聞かれたらちょっと面倒だし。あ、孤児院の屋根の上に誰かいる。あれ、ロゼ姉ちゃんじゃないか。よし、ロゼ姉。あ、いや、でもなんて謝ろう。謝っただけで許してくれるかな、ロゼ姉ちゃん。なんか聞こえる？ね、もしかして、指笛の練習をしてるのか？ダメ。全然できない。やっぱり、レッドの言った通り。この顔、この口じゃダメなのかな。ロゼ姉ちゃん。え、レッド、どこ。俺、ごめん。レッド、やっぱただ謝るだけじゃダメだよな。何か、こう、そうだ、プレゼントとか。ほほー、プレゼントか。お前にしては、いいアイディアじゃないか。だろ？うわぁ！いきなり人の部屋に入ってくるなよ、師匠。まあ、いいじゃねえか。潜入は俺様の得意分野だ。いくら師匠が凄腕のハンターでも、そんなことしちゃダメだろ。硬いこと言うなよ。で、何をプレゼントするつもりだ？なんとなくは決めてるんだけど。だけど？俺、ちゃんと作れるかわかんないし。だったら、俺様が教えてやるよ。なんだ？笛、なんだけど。それなら任せろ。笛作りは俺様の得意分野だ。潜入が得意分野じゃなかったのかよ！
俺様が得意じゃないのは恋愛だけで。恋愛？何それ？すまん、冗談だ。冗談も得意じゃないんだね、師匠。さあ、作るか、笛。いい人ですね、カマインさん。そりゃ、俺様の師匠だからな。今の話を聞いたら、レッドさんがどうして今のレッドさんになったのか、少しわかるような気がする。そうか？いいところも、悪いところも似ちゃったんだね。あ？それで笛ができたんですよね。あれ？でも、笛はここに。まあまあ、続きがあるんだよ、この話は。ねえ、カマイン、ちょっといい？ロゼか、なんだ？最近レッドの部屋で、二人してこそこそと何かしてるよね。今忙しくてな、悪い。またな。なあ、忙しい忙しい。怪しい。どう、師匠？なあ、やばいな。え？やばいくらい完璧な敵だぜ。よっしゃー、できた。静かにしろ、バカ。ロゼがな、ちょっと怪しんでるぞ。マジで？ああ、だからその笛で大きな音を出して調整するのはまた明日だ。俺様への返事ははいかイエスだろ。わかったよ、また明日。よし、じゃあね。うん、おやすみ、師匠。なんてね。そろそろみんな寝たよな。孤児院から離れた森なら笛を鳴らしても大丈夫だよな。レッド、一人でどこに？やっぱり怪しい。森まで来たけど、夜は音が響くからな。もうちょっと奥に行くか。こんだけ奥に来れば音は届かないよな。と、さて、作った笛を試してみるか。いい音、バッチリだぜ。なんだこの音。これって虫？ちょっとレッドさん、なんで虫の話になっちゃうんですか。しょうがねえだろう、本当の話なんだからよ。そんな私が虫苦手なの知っているじゃないですか。じゃここまでにするか？待ってください。心の準備をしますから。オッケー。